今私たちの姿勢は整って楽だと思います。心の状態も静かで楽な状態ではないかと思います。この状態が何かしようとしたり動いたり、もしくは前に相手が立ったり、その相手が何かしてこようとしたり何かしたりすると、その状態が乱れるのではないかと思います。私の考え方ではありますけれども、合気道の稽古を通して今のこの整った楽な状態というのを、そういう乱れの中で見つけて整え直していくというのが私の稽古法です。ご参考になればと思います。じゃあまず肩のストレッチで、後ろ両手首取りで相手の腕を上に持ち上げて、ストレッチなので、こうでもいいです。肩をほぐす、体をほぐす、心もほぐすつもり で、肩がほぐれてきたら手首も楽にして、肘が楽かどうか持ち上げ続けてください。すみません。肘が動くかどうか曲げ伸ばし。足も踏ん張らないで楽にして、ゆったりとした気持ちで。後ろで上げてくださっている方は大変ですけれども、こうやって協力しながら自分の硬いところ、こわばるところを見つけ出して、それをほぐし合うと、そういうつもりで、はい、肩のストレッチをどうぞ。